お疲れ様です。確かにアクセスを稼いでメールマガジンの登録を促してリストが30万件とかっていうマーケットで億っていう金額をね稼ぎ続けているとちょっと見えにくくなるからもしれませんよね。たった一人で、まあ、売り上げをね毎月50万とか100万とかでいいんだと。そのためにリストってのは30万件もいらないんだと。むしろ30万件のリストに対して一つ一つ丁寧に返信することができないということを考えると30万件というマスはあるけれども、全体のマスっていうのはね。でも実際に送ったメッセージに反応する人っていうのは 3% ぐらいってことを考えると、実質的に必要な人数ってもっともっと減るんじゃないかなと。で、私はね、たった一人の読者のメールマガジンの講座っていうのも速稼塾でやったことがあって、この発想がものすごくね、ライティングスキルを上げたんですよ。つまり、読者は自分一人しか登録者がいないってことは分からないんですけども書いてる方はメールマガジンの登録者はこの人一人ってなってるんですよ。でその人の特徴に合ったメッセージばっかり送るから開封率がねもう常に 100% みたいなねそんなことが起きるわけですよ。なんかいつも自分のことを書かれてるみたいだっていう風な感想が入るんですけどもその通り。だって他の人に対しての情報はないからあなた一人のことを書いてるんですよとか年代、性別、家族構成、今までの経歴、これからの希望、夢、全部皆様はこういうことを思ってませんかっていうのが皆様じゃなくて一人に対してなんで今日も自分のこと書かれてる、すごいなっていう風な感じになってライティングスキル教えてくださいとかになってきたりとかね、それから商品買ってください、売ってくださいみたいになったりするわけですよね。だから実は少なくてもやり方はある、多くてもやり方はある。で、多くできないんだったら少ない中でやるやり方をやればいいんじゃないかなっていうふうな、まあ、広告も出さないし、口コミもほとんど起きないし、インターネットで検索者も出てこないし、だけども、裏通りの仲介さんは、家族を養う分ぐらいはやっていると。その代わり、改装もできないし、店舗展開もできないし、PayPay の手数料も払えないから、QR コード導入もしてないし、みたいなね。でも、それはそれでね、やっていけますからね。だからビジネスって、こうじゃなきゃいけないって形がないのと、こうやったらうまくいくよっていうふうな成功法則はあるけれども、成功法則をなぞってもほとんどの人が脱落するってことと、前例がないことでも生き残っていける人がね、独創性があるとか言っていることを考えたら、まあ、正解は探していくしかないかなと。100人が成功した方法でも、その100人の中に自分が入っていないわけですから。自分が入ったら101人中100人が成功した方法ってことになるかもしれませんからね。だったら自分にしか成功できない方法が一種類あって、そのビジネスの伝承が非常に難しいと、そもそもビジネスって誰がどういう形でやるのかってことはね、やっぱこう十人十色ですもんね、なかなかねその人なりの正解ってのは他者から近づけることはできても真っ向ストライクっていうのはあんまないですからね。まあ今日も頑張っていきましょうか。いってらっしゃい。